くださーい。失礼しました。これはやめてください。自己紹介しておきます。球団職員の花木と申します。どうぞよろしくお願いします。仕事はブログを書いてます。はい、よろしくお願いします。はい、まずは足立選手です。ベース踏み忘れとかありますけど、それに勝る失敗なかなかないけどな。僕マウンドでこけてますから。マウンドでこけたよね。そうだよ。西武戦で、まあ、負けました。負けたらバスで帰るじゃないですか。帰ってみんながもうシーンってしてる中で携帯が鳴ってしまったんですよ。携帯鳴った。ウッドペッカーの。テレビなくてんほんまにね、大失敗やこんな感じだな。それも出番ないこと言うのって。あの、みんな反応ないけど、全部絵文字つけて。はい、今こんなことにハマっています。はい、やっぱりゴルフですかね。あ、ゴルフ、はい、選手会ゴルフとかな、この間も、はい、オーナー杯とかってね、はい、どこがいいですか、ゴルフの。いや、なんか健康的だなっていう。なんか朝早く起きて、体を動かすし、はい、プロ野球選手に預けて思えない。やっぱ買い物に結構行きますね。あ、買い物、何の買い物でしょう。はい、服とか、うん、服とか、うん、服とか、服とか、服出せかい。本当に店を適当に見て自分がいいなと思ったのを買うみたいな感じです。値段にいとまつけずに、はい、ポーンと。もう皆さんこれから私たちのファッションには十分注目してください。あ、もうな、服にハマってるんやから。ファッションチェックは。ね、まず先発での勝利、はい、が目標なので、まあ、マウンドでのキックを、はい、見てください、はい、来シーズン足結構やっぱ足に自信があるんでどんどん走っていきたいなとは思いますね。あ、オリックスはやっぱ走る人があんまなんかいるイメージが自分もなかったんで、試合でもあんま走ってなかったんで、やっぱ森脇新監督になったらやっぱ足を使うような、やっぱこの大会のスピードなんで、まあ、足を見てくれということで、はい、この方に挑戦してみようとか思うこともある。あの野球じゃなくてこの方が挑戦みたいな、これしようとかで、まあ、温泉行こうとかどこか行こうとか、はい、挑戦というか、まあ、うん、僕は私とディズニーランド行きますけど。で、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、こっち向いて。 OK、 OK。 いや、なんか距離が近くて楽しかったです。なんかすっごい見られてたから緊張しましたね。来季もずっと一軍で先発ローテーションをやっていきますので応援よろしくお願いします。感想ですか、どうでした。そうですね、まあ、近すぎて緊張しました正直ねでも楽しかったので結構あっという間に終わりますよね。まあ、今シーズンは悔しい思いをしましたけど、来シーズンはレギュラー目指して日本一目指して頑張っていきますので応援よろしくお願いします。コ
神戸三宮の球団直営店 B-WAVE です。神戸にお越しの際はぜひお立ち寄りください。お待ちしてます。